こうなっております、はい。まあ、世論調査の話をするのって、まあね、あんまり意味がないと思う方も確かに多いんですが、まあ、ちょっと 30% のこれぐらいの推移位置になっちゃうと、ちょっと危険水域に入ってきたかなという認識をみんな大抵持つんですね。で、まあ、以前も言いましたけど、菅総理意外に世論調査気にするんですよ、なのでやっぱ今回のに関してはちょっとショック受けてるのかもしれないですね。で、毎日新聞ね、あのどえらいいい加減な話新聞社ですよ、いや、いろいろ問題ある。いや、いろいろ問題ある。真正面から真正面からそんなに、はい、問題のある新聞社であることはもう皆さんのご存知の、その知ってる通りなんですけど、世論調査はですね、これね、今ね、毎日はね、社会調査研究センターって、これ、まあ、確か埼玉大学 の、 あの世論調査 の、あの専門の先生と一緒にやってらっしゃったと思うんですけど、あの毎日は毎日なりにその世論調査信用できないと言われるこう批判に応えるごとく、ちょっとこういろいろな取り組みをやってるんですよ、彼らは。なので、そこまで、今までほどいい加減じゃないのかなと、まあ、サンプルはそれでもまあ1000ぐらいなんですけど、そういう意味では少しこの数字っていうのは手堅いのかなというふうに私は見たんですね。で、安倍政権の時もその支持率が下がってけど、ても私なんかそんな動揺っていうか、変な別に見方でも何でもないとしても動揺したいっていうか、そのね、悲観視はしなかったんですよ。なんでかって言ったら、安倍政権っていうのは大体岩盤支持層があったんですね、まあ、それが3割ぐらい言われるんで。ところが菅さんの場合はそれがあんまりないんですよ、自民党の岩盤支持層が。なのでそれがなくてもう 31% ぐらいになっちゃうと、まあ、これは確かにやばいなと。で、まあ、そもそも永田町選、まあ、ここ数ヶ月みんなわさわさしてた中で、やっぱこれはちょっと菅総理じゃ、まあ、東京都議選、はい、次の、衆院選、やばいという雰囲気っていうのが一層強くなってくると思うんですよ。一応自民党の総裁選もね、総裁選もありますけど、まあ、総裁選に関しても、まあ、安倍総理がね、前総理が、結局菅さんの続投を支持すると言ったんだけれども、結構いろいろと裏では、どうかなという動きっていうのはたくさんあってですね、だから菅さんも内心穏やかじゃないと思いますよ。そうですか。で、まあ、以前も指摘しましたけど、そのコロナ、まあ、武漢ウイルスの、ね、感染拡大に伴って支持率は結構下がるんですよ、陽性者数のあれが少なくなると支持率は上がるっていうふうな相関関係があるっていうのも、まあ、あるんだけれども、まあちょっとやっぱそれでも31ぐらいまで落ちると厳しいのかなと。で、またこれオリンピックとかとかいろいろ絡んで、なのでもう政権としてはこれにじゃあどうやって、このモヤモヤしているのをこう払拭できるかとなると、やっぱワクチン接種にもうかけてますよね、活路をかけてますけどね、武田さんどう見ました？もうあれですよね、選挙もだから解散もできない感じじゃないですか。もうこうなったらもうね、都議選の前後とか、その五輪の直後とか、まあ、五輪の直後はまだ可能性としてはまあ残されてるかもしれないですよ、はい、でもちょっともう難しいですよね、まあ、唯一上がる要素があるとしたら、やっぱオリンピックやって盛り上がって、そしていろいろあったけどもやっぱやってよかったねっていう感じになってくるといいんじゃないですかね、私もそう思いますよ。終わりよければ全てよしになるならね。逆にここでやめてしまったらどうなりますかね、河野太郎とか名前出てきてくるんですよ。いや、もうそのまま言っちゃうけど、そうですか。それ絶対ダメだって。そうですか。いや、そもそもあれですよね、ここでもしオリンピックやめちゃったら、それこそ支持率はどうなると思います？よしや、よくやめたって言って上がるのか、でずるずると一緒に落ちるのか。いや、できたらもうあんまりその菅さんが辞めたことの決断を評価する声ってそんなないじゃないですか。そうなんですよ。だから
やれば支持率上がるかもしれないけども、うん、やらなかったら、うん、いや逆にもう政権終わる気がするんですよね、うん、そう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 、でもそれまさにその共産党の思うつぼで、ね、ですよね、とか立憲民主とかのね、そうだからああいう署名活動とかやってるわけじゃないですか、そうそう、あ、私の署名活動どうでした、その後また、はい、竹内さんの署名活動はあのその後一応ですね、順調、はい、順調というか、まあ、あの堅調に推移しておりまして、今の段階でですね、最新が、先週確か3万5千とか最初3万、そうですね、まもなく8万5千増えましたね、もうちょっとでね9万10万いきますからね、ぜひこれ10万いかせよう、はい、これあの間違って、はい、宇都宮健二さんの方を証明しないでくださいね逆になりますからね、反対のね、はい、でこれはあの署名しようとするとあの寄付金求められますけども、それはこの運営サイトが寄付してくれって言ってるだけですから、無視してください、あの寄付金が1円も必要ありませんので、ね、武田さんはそんなの、はい、あのね、はい、そう、それによってあの別にちゃんとカウントされますので、はい、あの寄付しなくてもカウントされますからね、はい、あのくれぐれも寄付はしないでください、はいはい、あくまで署名オンリーでね、はい、でこの番組中も多少増えるかもしれません、これね、これなどのぐらいいったらこれあの KBB に届ければいいですかねもうその KBB で分かることが怖いこれ一応ほら KBB とこと官邸と一応もう署名ちゃんと持っていかないといけないと思うんですけどね、これ10万じゃちょっと弱いですか、これも当然あっちの共産党の民意としてね、あっちは30ですからね、30いっちゃったんですよね、はい、まあでもこっちの方が本当のその何動員なしですからね、はい、そうですよ、向こうは組織的にやってますからね、そうですよ、これ私ね、この番組で自分に言ってるだけですからね、うん、そうですよね、草の根のね、うん、で東京都知事のとこ持っていく、そもそも KBB のとこ持っていく必要あります、持っていって、トロノモがまたカメラ一緒についていって官邸と KBB その光景は光景で見たいものと言いますかね、だからちょっと皆さんぜひちょっと、もうすでに署名している人は、あのお友達家族かき集めて1人10票入れていただいたらすぐ10枚いくと思いますのであ、1人10票っても10人ですからね、1人でやったらこれ あれになっちゃうんですか、あいつのリコールことになっちゃうんですか、いやずっと頭の中思ってたんですよ、ダメですよ、アルバイトとか使わないんですか、それはいけません、それはいけません、それはいけません、10人に働きかけをしてお友達とか家族で、5票10票お願いしたいな、それはいけません、愛知の署名をね、はい、佐賀でするみたいなことはいけません、それもバイトはバイトはやっていけませんからね、バイトはですからね、はい、だからこれ一定数いけば、じゃあどうします、 KBB 持ってきます、うん、番組で、そう、あ、そう、まあいいですあ、KBB ってあったことある、もう KBB で統一するのやめましょうKBB あ、うん、あのなんか 大人数では分からないですけども、うん、個別にはないですね、会いましょう、会ってみてください、あ、何が予測されますか、いや私ももういいなと思った、ああそうですか、うん、じゃあ KBB に会ってみてください、 KBB に会うきっかけですね、これが、そう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 、ご署名がねどこまで積み増しされるかというところにも注目ということで、やっぱ最低10万というか本来半分ぐらいいかないとね、15万ね、15万ね、でも倍ですからね、うん、ちょっと皆さんぜひよろしくお願いいたします、ではその署名活動なさってる武田さんに続いてのニュースをお選びいただきたいんですじゃあもう、はい、しょうがないからもう、じゃあ22番いきますか、22、あ、こちらですかしょうがないからもう経験もうこれ、まあまあ、本当このなんかあの原稿読むのも気が重くなってきたんですけどね、まあ、武田さんがいらっしゃる日はね、どうしても触れざるを得ないということで、武田